さあ、相手テトリスで、こっちがピヨピヨ、はいや初手、はいやで、前回の自分のとこちょっと見直してみたんだけど、やっぱテトリスね、早い人みんな早いね。見返して、動画として見返すことで、その速さのやばさに、まあ、再確認することができたっていう感じなんだけど、まあ、その速さに負けないようにね、まあ、頑張ろうかなと思ってるけど、まあ、ちょっとね、とりあえず、基本的には前回とあんまり変わらず、まあ、基本的にカウンターみたいな形を組んでいって、で、相手が攻撃してきて、攻撃してくんじゃん。それを受けて、返すみたいな形で、やっていきたいと思うんだけど、ちょっと相手早すぎてな。ちょっとそれできるかな？あまりにも早くない？これ。どうする？ちょっと、でも、ちょっとミスってるところを、狙うしかないんだけど、今ちょっとミスってそうだけど、僕もミスってるから残念ながら、残念ながら僕も今ミスってんだよな。どうすっかな。うわ、これ紫すげえ来てほしいな。来たな、でも来たな。で、これで、一応3連鎖は返せる。で、相手 T スピン持ってんね。 T スピン持ってて、で、どうするこれ。こういう形にしてみるか。で、青のとこ振らなかった。あ、しまった、紫が巻き込んじゃった。まあ、2連鎖ダブルからの3連鎖4連鎖で5分かな、ほぼ5分かな。なんかでも若干押してるような気もするけど、相手がさ、あまりにも速すぎてさ、早い早い、これね、相手のミスマッチみたいになっちゃってるわ。うわ、これ早っ、めっちゃアセンションするんじゃん。これあえて受けてから、あえて受けてこう垂らしてこう打つ。で、今の1連鎖は結構デカめだから、全然だな。どうする、やべ、からよし、これで2連鎖ダブル。なんか相手が掘っててね、今掘ってる段階だから、今チャンスよ、チャンスよ、チャンスなのかな。で、やべ、アセンションの圧がやばい。サタンの アセンション圧やばいな。で、今回ね、もう全然急に話変わっちゃうんだけど、クルーク使ってみてます。で、なんでクルーク使ってるかっていうと、僕ぷよぷよフィーバーぐらいの時代にクルーク使ってたんだよね。普通にクルークを持ちキャラとしてやってたから、まあ久しぶりに懐かしいなって思いながらクルーク使ってます。まあ、なるべくね、毎回キャラ変えれたらなとかって思ってるんだけど、せっかくね、こんだけキャラいるんだしって思ってるんだけど、まあとりあえず好きなキャラいろいろ使っていきます。どうする、この試合めっちゃ長くなってない？どうする、この動画この試合だけで終わったらとか言ってたら負けんだろうな。ちょっとこれ2連鎖ダブルで、これね、時間経てば経つほど多分ぷよぷよのが有利だから、ぷよぷよ威力がだいぶ上がっていくんだよね、時間経てば経つほど。その一生続かないように、そのマージンっていうんだけど、威力がだんだん上がっていく仕組みが入ってるんだね。よっしゃ、勝ってた。よし、相手かなり強かったけど、得点すごいな、13万7000点って。よし、あー、全決戦か。対テトリスはね、あんま全消し取っても強くないんだよな。まあ一応取っとこう。一応取っといて、相手、あれだね、DT4 っていう、T スピンシングル、T スピンダブルっていう攻め方だね。んで、こう消してって、あれちょっとミスってる気がすんな。んで、これ緑発火だね。緑発火でも発火してしまう？あー、ちょっと生まれちゃうじゃない、埋もれちゃう。生まれちゃうじゃないよ。埋もれちゃう。早すぎる、早すぎる。この人ミスんないとクソ強い。あ、何ですか、忘れてた。全消し分持ってるの忘れてた。全消しってさ、持ってると忘れちゃうんだよね。めっちゃアセンションしてくんじゃん。うわ、すげえ降ってきそう。よし、でもこれ帰るね、帰るね、帰るね。いいよ、いいよ、いいよ。んで、こう繋げてで、いやー、ちょっと形はあんまり良くないな。これ2連鎖持っておいて、よし、2連鎖返してね。2連鎖で、その後にすぐに3連鎖打てるから、振るな。よし、振らなかった、振らなかった。今回なんか振るなって念じると振らない気がする。で、これ3連鎖で返して、うわー、テトリス打つね。テトリスからのさ、そのアセンションがマジで強いんだよね。アセンションってあれね、テトリスだね。4個消し、アセンションが、アセンションの圧がすごい。いや、ちょっとアセンションに怯えつつ、あ、テトリスだって言う時とアセンションっていう時があるんだね。あ、今回テトリスだな。でもテトリスだって言われるとそんなに怖くないな。で、これで、1、2連鎖、3連鎖だね。今回も長く、まあ、でも長期戦に、長期戦に持ち込んだ方が、多分こっちが有利になれるから、なるべく長期戦に持ち込みたい。いや、今の一手ミスなら単純に置きミス。で、これで返せるようにして、紫発火の3連鎖持っておいて、紫を、もう来ないな。祈りすぎ、焦りすぎ。紫を祈りすぎ。クソ、1対1。よし。取るぞ、これ。日本選手だから、あと1本。次取った方が勝ちだね。めっちゃ早いわ。もう絶対負けんよ。その速さにやられない。絶対やられんぞ。でもね、
いや、まあ、アセンションにはひよっちゃうけど。アセンション。で、これで、これあえてこう受ける形にしといて、で、1、2、まあ最後1連鎖繋がんないな、これ。4、まあ5連鎖でいいでしょう。5連鎖して、その後にすぐに返せるようにバンバン組んでって、よし、わあ、これ最後赤繋ぎたかったね。でも4連鎖で、まあ、とりあえず相手、あまりにも操作が早すぎて、ちょっとミスしやすいんじゃないかなって思ってるから、そのミスをね、狙いたいっていうか待ちたいね。ミスは待ちたい、ミスは待つものでもね、それね、ちょっとネガティブなんだよな、若干ネガティブなんだよな。よし、おー、やるな、お褒めいただいた。やばい、これ、あ、よし、打ってた、打った、2連鎖ダブル、結構大きめな2連鎖ダブル打って、んで、どうつなげる、あ、また2連鎖ダブルか、しま、あ、まあ、これ打つか、これ持っといて、緑から1、2、3連鎖ダブル、3連鎖ダブルで、それっぽくいなしていって、どうするどうする、でこうでいいか、うわこれ赤つなげたいな、うわっ、まあ、ごまかしすぎごまかしすぎ、これ緑ハッカーいける、うん、打っちゃうね、うーん、ちょっとこれ2連鎖ここ構えといて、やばい、よし大丈夫か、よし大丈夫、12連鎖ダブルの3連鎖デカめで4連鎖、よしこれ勝てるんじゃない、まだか、全然相手結構掘ってたな、よし、いずいず、でも順調そうな気がする、よしで、これ2連鎖で1回このテトリスを緩和した後に、アセンション、待って待って、よし、これあえて受けるよ、あえて受けて、でここでハッカー、よし12、3、4連鎖ダブル、よし、マジで勝ちたい、ここまで来たらマジで勝ちたい、いやー、ミスんないな、全然ミスんないじゃん、これ僕の連鎖ミスってる気がする、なんだその2連鎖、うわー、一番もったいない2連鎖打っちゃった、いやー、これまずいな、でもこっちもね、結構降ってくると連鎖分かんなくなっちゃうんだよね、シンプルに、これ打てるか、いや、あえて、いや、これ打たない方がいい、よし、これで2連鎖、今あえて発火点を塞がないようにすることで、うわー、うん、あえて発火点を塞がないようにすることで連鎖をすぐに打てるようにするっていう、テトリスさ、連鎖早いじゃん、だからなるべくね、すぐに打てた方がいいんだよね、この連鎖の発火点を塞ぎつつ伸ばすみたいなことはやめた方がいい、絶対に、うわ、めっちゃ打ってくんな、うわ、これやばい、くそー、しまったしまった、いや、今勝った、いや、負けました、強かった、お、リベンジ、はぁ、96833、レートも高いんだよな、26000って、よし、で、さっき昔クルーク使ってたって話したんだけど、さらに最近になると僕シグ使ってたんだね、これボイスチェンジできるのかな、あ、ボイスチェンジするか、一緒に遊ぼうよ、あ、そうだそう、シグのボイチェン、あれだ、なんかもう言語能力がこう失われてしまうんだよな、このボイチェンシグで、あ、なんかそう、曲をね今ランダムにしてんだけど、これ何の曲だ、ラブリートリック、え、なんか不安になる曲だな、ほら、なんか言語能力あれでしょ、失われてしまってる、グッてなっちゃうんだよね、これ何の曲だマジで、なんか23連鎖、うん、ちょっと連鎖ミスったな、なんかでかく組もうとしすぎてミスった気がする。で、こう組んで、よし、これはでかいんじゃない？2連鎖ダブルでかめ、3連鎖、4連鎖、ちょっと、かな、今日連鎖下手じゃねシンプルに。どうするどうするどうする。落ち着け。右でも左でも構えといて、で、ここで受けるじゃん、あえて。で、まずこっちから打つか。こっちから使ってって、2、3連鎖ダブルの方から使っていって、すぐにこっち使うっていう。意味あんのかな？あんま意味ないな、多分あんま意味ない。初めてやってみたけど、そういうこと。で、これ、あえて受けてから、青来るね。で、青受けて、受けずに、すぐに発火。で、3連鎖。シグ砲打って。いや、これもう打っちゃうか。いや、テトリス早すぎる。テトリス打つの早すぎるな。くわぁ、いや、厳しすぎる。いや、もう、あと曲もすげえ気になるし。何の曲なんだろう。いや、これ2連鎖した方がいいな。今のはデカめの単発打つっていう選択肢もあったけど、まあ、今のは、2連鎖の方が多分良かった。選択肢としては。で、これ、単発打って、いや、これ受けるか、あえて。いや、これ大丈夫か、あえて受けた後に、まあ、こう打つしかないな。2連鎖、帰るよね、帰るよね。いやー、厳しすぎる。これ、あえて受けるか。あ
い。で、受けてよかった、これ。まあ、2連鎖打つしかない。まだ耐える。で、すぐに2連鎖。あ、もう2連鎖耐えることしかできないんだよな。これ単発にしよう。今2連鎖にしたところであんまり威力はないから単発にして。いや、厳しいこれ。わ、しかも連鎖シンプルにミスったな。シンプルにミスったな。まずい。いや、これ、間に合え。よし、まい。待って、返して返して。振るな、振るな、振るな、振るな。いやー、食っちゃった。くそー。祈り通じず。まずい。ちょっと連鎖があんまりうまくないな。ちょっと、もうちょっとね、繋げるべきなんだよ、連鎖。なんか、下手でもないんだけど、もっとうまくできるはず、絶対。絶対もっとうまくできる。僕ならうまくできる。で、これ赤からつなげる連鎖を作っておいて、これは受けを広く、間に合うか、間に合うか。あ、これ。あ、よし、まだ、まだ間に合う。よし、いける。いやー、これまずすぎる。待って、こうするか。待って、お、なんか相手が、慈悲の、慈悲の心。どうした？慈悲の心。慈悲の心。何その優しさ。え、ちょっと待て、手加減は許さんぞ、てめえ。手加減したからには絶対勝つからな。今相手倒せたんだけど、絶対僕のこと。え、許さねえ、マジで。え、ちょっと待って、今の一生はさ、相手の慈悲じゃん。ちょっと許さねえ。え、今さ、絶対相手勝てたよ。いや、マジで。でもその一生後悔させてやるわ、マジで。後悔させたる。いや、いい挑戦だそれ。ちょっともう、でもそのもらった一生はもう大事にするよ、僕。それで一生もらったからには大切にする。やべ、マジで。あの黄色絶対発火するよ。絶対発火するからな、あの黄色。 OKOKOK で、最後赤つながんなかったのかな。もったいないな。くっそ、舐められてんなこの人に。悔しいわ、シンプルに。でも勝てば、いや、もう勝ったもん勝ちだから。もう最終的にはこれ勝ったもん勝ちだからね。こう繋げて、あんま上手くないな。連鎖からの3連鎖。あんまり上手くないな。これ緑繋げて、打っちゃうか、3連鎖。3連鎖仕方なしに打って、で、次は2連鎖ダブルでいいか。2連鎖ダブルして、どうするどうするどうする。ちょっと高めにカウンターできるようにちゃんと組むか。カウンターができるようにしといて、あ、しまった、間違えた。そういう操作ミスマジでやめよう、本当に。で、黄色開けといて、待って、これまずい、これまずい、これまずい。待って、これどんぐらい帰る。いや、まずすぎる。クソ、これ負ける。あ、しまった。クソ、悔しい。マジで悔しい、これ。さあ、ノブさん、ヌーブさん、どっちだろう。でいいのかな。あ、曲が明るい感じの曲になった。よし。で、まあ、変わらずカウンター気味に組んでいくんだが、キャラの話しなかったわ。今回、スケトウダラ使ってみてます。で、僕一時期、スケトウダラ使ってた時期あったんだよね。だからちょっとスケトウダラ、いつ頃だったかな。ぷよぷよ20っていう、ぷよぷよの20周年の時に出たソフトがあるんだけど、その頃に、確か、使ってた記憶がある。スケトウダラ、スケトウダラだいぶキャラデザー、まあ基本的な根本的なものは変わってないと思うんだけど、だいぶ可愛らしくなったよね。だいぶ、ちょっと前に僕、なんだっけな、ぷよ2の動画上げたんだけど、まああの時と比べるとだいぶ変わったなっていう印象はあるよね。やっぱり、まあ、そのあれと比べるとね、さすがに今そもそもキャラデザーが全然ね、まあ違うもんね、だって。で、これ赤から受けて、あえてこうお邪魔を振らせてから打つことで結構連鎖がつながるっていう。し、5連鎖だね。6まで打てれたらね、もうちょっと違ったんだろうけど。あー、相手粘るね。めっちゃ粘るけど、これでとどめかな。あ、なんないな。結構相手でかいの返してきたな。まあ、4連鎖だからトントンでしょう。トンかなと。大体トントンだな。で、さらにこっから追い打ちで決めたいんだけど、待って、これ大丈夫、振らないよね、振らないよ。よし、待って、これやばいやばい。しまった、高く積みすぎた、アホか。いや、今のしまったな。いや、でもね、ぷよぷよ高く積みすぎちゃダメなんだよね。当たり前なこと言ってるけど、上の真ん中上のさ、バツ印あるじゃん、あそこの2マス下とかまでは、まあ基本的にやっぱ埋めない方がいいね。ちょっと上まで積みすぎた感がある。ちょっとそこは反省点としてね、気をつけよう。
わあ、ちょっとこれ形悪いから一回ごまかそう。ごまかしの2連射打ってしまって、いやこれ形めっちゃ悪いな。ちょっと集中集中集中。でこれ2連射打っちゃうか、3連射かな、4連射か、2、3、4連射打っちゃって、まあ今ね、あの2連射か3連射かって言ってたと思うんだけど、まああのお察しの通り打つまで連殺に気づいてないってこともあるんだよね。ちなみに今のはさっきのは打つまで連殺が全然気づいてなかったパターンね。でこの連鎖は連殺に気づいてるパターン、2連鎖ダブルね。まあ大した連殺ではないんだけど、んで、あーこれ打っちゃうか、いや伸ばすか伸ばすか伸ばすか、相手なんかすげえつなげてきそうだから伸ばしてしまって、でこれ振らせた方がいいんだけどな、もう打っちゃうか、ひよって打っちゃう。2連鎖ダブルからの3連鎖ダブル、4連鎖、5連鎖だね。これはどうだ、結構でかいけど刺さるかな、あんま刺さんねえ、マジか、やるな。でこれ2連鎖トリプルぐらいかな、2連鎖トリプルで、いやーあんま刺さらんな。なんかやっぱ連鎖数でかい方が、もうトリプルとかダブルとかあるけど、まあ、結局連鎖数がね稼げた方が本当はいいんだけど、今一瞬止まったな。大丈夫か、僕のせいか、僕のせいか、このノブさんかヌーブさんかのせい、もう未だに名前読めてないっていうね。うわこれまずそう、いやこれまずい、この1連鎖意味わかん、振るなよ、よし大丈夫か、やばすぎる。いやでもこっからこっから勝つよ、いやマジでこっから勝って、ま、粘れめちゃくちゃ粘れ、いや死ぬほど粘れ、2連鎖でごまかして、ま、いや粘りきれ粘りきれ、マジでそう集中します、集中します、2連鎖掘るぞ掘るぞ、こっからゴリゴリ掘るぞ、いやーちぎりが多いな、うーん1、2連鎖、あちぎりの説明は結構前の動画で したから、ちょっとそのそこで説明してます。もう何もあらない、ちぎりってのはねあって、まあ、ここでもう一回説明しよう、あのこういう、あー説明もできなかったわ、じゃあもう前の動画見てもらうしかない、あもう一つあるんだ、もう一つあるんだ、そこでちょっと序盤はちょっと説明できないから中盤ぐらいで説明するわ。まずはちょっとカウンターをすぐに組まなきゃいけないから、これ組んでって、でこう組んでこう組んで、でこれ黄色ハッカーにしたいね、黄色ハッカーにしたいから、これいいね、これちぎりの説明できそう、こうやってこう斜めにするとこうぶっちんってなるじゃん、これちぎりって言います。これやると落下スピードに時間かかるから、なるべくしない方がいいってやつね、いやなるべくこうこのちぎり、このボットンってやつをなるべくしないように組んでいかなきゃいけない。でこれはこう組んでいくことで1、2、3、4、5連鎖ぐらいあるかな、2、3。なんかさ、人によってはさ、こう打った瞬間に連鎖数分かるって言うんだけどさ、僕分かんないんだよね。なんかこう1、2、3、4みたいな感じで数えないと全然分かんなくなっちゃうんだよな。これはあえて受けてから、いやーこれまずいか、これ一回待って、危ない、死ぬ寸前だから一回こう、やばすぎる、これまずいか、待って、耐えろ、よしまだいける、まだいける、相手が割とゆっくり打ってきてるから、これ結構デカめの2連鎖3連鎖でこういう形にしといて、あーしまった、置き間違え、いやーちゃった、置き間違えたけど、まあ2連鎖はあるから、2連鎖じゃダメなんだよな、2連鎖じゃダメなんですよ、これで、あこれいい連鎖だな、あこれめっちゃよくない、1、2、3、これだいぶ掘れた、だいぶ掘れた、下までだいぶ掘れて、これ逆転じゃない、一気に逆転まで行くか、逆転した気はする、気持ち的にね、あそこでとどめさせなかったっていう気持ち的にも逆転してる気がする。レイをどうする、あもう相手、今打て打て、僕が今打てば、 でもこれすぐ焦ってすぐに打たずに、焦ってすぐに打たずに、これで冷静に連鎖を組んでから打つっていうのもあり、でもそんなにでかくないな、でもそんなにでかくない、いやどうする、こう組むか、こう組んで赤からつなげて、緑間に合い、よし間に合った間に合った、2連鎖トリプル、よし今のは気合で緑引きました、これね、よしよし、そうピヨピヨ対テトリスだとピヨピヨが若干お邪魔振るの遅いから、 そこちょっと有利なんだよね。まあでもそれでもね勝つの大変なんだけどね。うわレート高っ、49,776、これマックス、このレートのシステムマックス5万なんだよね、マックスじゃん、マックスじゃないけど。じゃあちょっと最後はリンゴを使うか、
もう、ザ主人公、リンゴちゃん。だから理系なんだよね、その物理系の子みたいな印象はあるんだけど。よし。あ、これ曲は何の曲だ？待って、待って、もう、これもう張り合うためには曲、しっかり聴いてる場合ではない気がしてる。で、これは、早すぎる！早すぎる！それちょっと受けきれんぞ。マジで受けきれん。早すぎる。ちょっと早すぎる。ちょっと待って、マジで早い。どんだけ打つんだよ。ちょっと待って、待って。待って、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 待って。僕何か喋った今。挑戦ならいつでも。この試合開始から今までの間何か会話発生しただろうか。リンゴちゃんが理系っていう話しか出なかったけど、これで一回受けるじゃん。受けて、まあ、なるべく受け受けの形でいきたいんだけど、今これね必要な色2個あるじゃん。こうかこういて1。あ、とりあえず連鎖打てた、よかった。連鎖打てずに終わるかと思った。めちゃくちゃ強えなマジで。やっぱねトップ層マジでえげつないね。あのね、手も足も出ないってこのことなんだなって思う。ちょっと待って、手も足も出ん、やばすぎる。待って、何もできん。何かさせて、ちょっと何か恵みを、何かお恵みください。いやーこれ何もできんな。とりあえず待って、まだあるぞ。ホールド、ホールド、待って、すげえ組んでんじゃん。ちょっと僕がすげえ地味な4連鎖打ってる間に、ただこの4連鎖で起死回生。よし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 、生き返った気がするけど、いやこれ単発でごまかすか。一回単発して、いやその連続がねえげつない。ちょ、連続がマジでえげつない。え、だって何にもできないじゃん。え、マジで、まあ、困惑、そりゃ困惑するわ。いやでも3連鎖ダブル、でも3連鎖ダブル、4連鎖か。よし、4連鎖つながった。よし、これいけるぞ。で、これでよし、ごまかしの2連鎖ダブルからの3連鎖で、これ刺さんじゃない？刺さってしまえ。ダメか。いやでも相手はもう瀕死状態。これはいけるはず。待って、スピニング、待って、めっちゃ掘るじゃん。めっちゃ連するじゃん。ちょっと待って、待って、勝ったと喜ばせておいて。全然勝ってなかった。なにー、くそー、これがトップレベルか。次は予習してきます。挑戦ならいつでも受けるよ。